はい、こんにちは、チリスポットです。本日はですね、こちら長屋集落というですね、集落の跡地に来ております。で、今回ですね、実を言うとちょっと違う他の集落に行こうと思って、ちょっと集落名をですね、ナビに一度検索の時に住所を間違いで入れてしまったみたいで、ここだったかなと思いつつ来たら長屋集落に来てしまいました。はい、もう超山奥なんですけど、もうこの廃村、かなり有名な廃集落で、来て今ちょっとびっくりはしてるんですけど、こちらをですね、ちょっと散策してですね、皆様にお伝えをしたいと思います。でも川がね、すごい流れていて、もう自然豊かでね、最高の場所ではあるんですけど、人が、まあ、当然こう廃集落なんでいないです。荒れ放題ですよね。はい、あそこに昔のパソコンがね、落ちてますね。なんか書いてますね。道路、ちょっとその下は読めないですね。あとでちょっとまたテロップでつけます。ああ、ここも休憩車ね。崩落しますよっていうね、一応危険地区になってるんですね。これは何だろう。ちょっと謎だな。これも調べてみます。じゃあちょっとこの奥行ってみたいなと思いますね。よいしょ、すごいところに到着しましたね、今回。うわ、あれ完全にもうね、倒れてますね。もうこの下とかね、もう苔で、誰も来てないですね。濡れてる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これ、お寺かなんかなんですかね。お寺がもう倒れちゃってますね。頭で屋根が重くて。うわ。もう完全にこう、倒壊してますね。一番向こうがお堂ですよね。お堂っていけんのかな、これ。ちょっと降りてみたいと思いますね。あ、こっちからか。こっちからお堂まで行きますね。失礼します。この茶とか苔の絨毯ですよ。絨毯。
ああ、もうそこの、もう屋根がやっぱ重くて崩れてますね。もう倒木で完全に崩れてる。すごいな。本当にこういうのを見たら、人間がいなくなったらですね、世界がこうなってるんだろうなっていう想像しますよね。これなんかすごい日本酒が祀られてますよね。じゃあちょっと次行きますね。はい。じゃあまずですね、こちらの方をですね、リサーチ、探索を流してみたいと思います。よいしょ。はポストがある。ポストがありますね。こっちはないの。あ、こっちはお手洗いですね。で、衆議院総選挙のポスト、看板が置いてる。千葉お風呂か。お風呂っぽいですね。こっちは五右衛門風呂ですね。洗濯機がそこに置いていて、茶碗とかいろいろと置いてるところですね。わあ、昔ながらの旅が置いてます。ここは暖炉ですね。すごいな。おう、小森ちゃんが、おうおう、びっくりした。ごめんごめん。おうおう、びっくりするやん。こう、ドラキュラか。おう、行った。おう、やばい、また行ってるやん。そこにごめんよ。コウモリの巣になってるよ。やば。他の暖炉で、あ、これはあれですね、クールファイブのレコードが置いてます。いろんなものがまだ置いてますね。こっちは何だろう。あ、またいた。うわ、めっちゃいてるやん、コウモリ。うわうわ、めっちゃいてる。うわ、ちょっとこれ怖いな。行かないよ、これ。コウモリ、いすぎやろ。怖っ。キーキー言ってる。コウモリだらけですね。見ます？めっちゃ見てる。キーキー言いすぎ。
言い過ぎ。ほんとに。すごいな。ということで、こっちも散策してみたいと思いますね。すごいな。めっちゃキーキー言ってる。これ勉強机ですね。ああ、ここに住んでた人はすごいなんか勉強家ですね。はあ。すごい。本の数が半端ないですね。だから受講手引きとか置いてますね。ということで、この家のですね、はい、家の散策リサーチは終了します。じゃあ出ます。じゃあ次行ってみたいと思いますね。